らいだな、この感じはな。もうすぐ夏休み、そしたらこのロビーも足の踏み場もないくらいになる。まるで戦場みたい。戦場か。それから二十何年経ったらさ、戦場どころか閑散としちゃったよ。でもさ、ハマっちゃうと抜けられなくなって、そんなもんかな。やっぱし、まあね、そんなとこで、ファインダー覗いてるうちにとことん見てやれって、ついに戦場まで。学生だからね、まだね。みんなね、そう思うんだよ。その頃ね、初めてを経験しない時はね、ね、そんな大それたことって思うんだけど、窓かバレないようにやるさ。そんなうまくいくかな。バレるかな。やっぱしバレるさ。まあバレるわな。あのキス以上に大騒ぎになるわな。叩かれるどころかすまないだな。グーでパンチ飛んでくるよ、きっと。この子だけはそこに変な二人がいるってことに気づいたのかな。もしかしたらまた始まっちゃったのかもしれないな。何がだい。まあこの京介からすれば4年も前の話だからさ。3年前の京介、お前のせいだぞ。ちょっと自分だってそうじゃないか。あ、そっか。この飛行機にひかるちゃんが乗ってるってことか。そうすると、まあでもこの二人はひかるちゃんが飛んでったりしてるってことには気づいてないよね。そうね、ヒカルちゃん。京介、過去に戻ったらまずやらなくちゃならないことがあるんだ。お前は例の交通事故に遭う日の朝、お前に電話をかける。出た、あの電話ね。それにはちょっとおじいちゃんの力を借りることになる。いいか、車に気をつけるんだ。それじゃあの電話はやっぱり俺自身だ。当たり前だよ、そんなことぐらい気づけ。誰が他にできるというのだ。なるほど、よし、分かった。だから車に気をつけろじゃなくて、ね、赤になったら止まるの、ね、渡るのやめましょう、次の電車にしましょうっていいなっていう。マドカって呼べるようになったんだい。そうか、いつからだっけな。覚えてないんだ。でもあの時のことはきっちし覚えてる。あの時覚えてんだったらその時も覚えとけよっていうやつだ。お前童貞君のまんま死ぬところだったんだろ。あ、そうか どうだった。おいおい、ま、帰ればわかるさ。帰れば十分。だからそう、この時ほらね、未来へ過去へ戻す力さえも京介はもう備えてるわけじゃん。だからやっぱりここで京介の、あの22歳京介の力っていうのは、そこで窓ヶさんを守るとか、そういうことに目的意識が持ったから、こういう力も備わったのかなと勝手に僕は思っております。3年前の京介、最高だぞ。まあ窓ヶさんを持ってしてね、うまくいかなかったらさ、一生トラウマになるわな。もう嫌だって思うかもしれないよ。自信なくすと思うよね。それを見てたのかな、まどかさん。そこでずっとね、
に心配かけといて何やっとんのじゃって。嘘。まあだからそういうこともいろいろ今まであったんでしょうきっと。こらこら、せっかくミニで決めてんだからそんなことしないの。別に見られたって平気よ。俺が困るの。大切なマドカは俺だけのものなの。何言ってんだか、何ヶ月もほっぽらかしといて。何ヶ月もだったのかな。どのぐらいの期間言ってたんでしょう。ちょっとは身長伸びたのかな、京介も。いつからだっけ。つまりさ、俺がマドカのこと、ラブモード発動中、今そう呼ぶようになったの。まだ忘れてる。え、思い出すのにお預け。何を。バカ、セックスだよ。あんまあ、そういうことマドカさんに言わせるな。って思った。もうちょっとなんかさ、オブラートに包んで言いなさいよっていうね。このカットとあの19歳まどかちゃんのあれだよね、あのね、頑張ってねの時と同じカットなんだよね。ただ年が違うっていう。でまた91年に戻ると。で、あのね、本物かな、これは。これはマリールージュがですかね。乗ったよ、昔。そう、これがちょっとだからでしょ。ちょっと心細そうな、ちょっと緊張してるかのようなっていう、感じっていう。出た、ディナーを食べる。どこで食べたのかな。よし、ほんじゃロイヤルパークホテルの方なのか、それとも。僕はもうそれが何なのか知っている。もうこの頃はね、みなとみらい21あったもんね。ここの部分ちゃんと撮ってあります。題して、京介ナンバーワン。あれかな、これはわざと京介も言ってんのかな、わかんない。だってもうね、そういう経験をしたよって話はしてもいいんだからね。でちゃんと自分でその上に立って、舞台っていうかステージの上で弾いてるってことだよね、これね。最初のお披露目がこれじゃない。だからあれ、これが進化してあれになったと考えるべきなのかな。あなたにここにいてほしいになったのかな。で、あのオープニングの曲もそうじゃんね。雨の日のね、まどかさんのあのね、寂しい時の曲もそうだし、あの夏もそうだしね。バージョンがいくつかあるけどさ、どの変遷で今のね、一番の形になったのか。京介ナンバーワンだけでも話ができるね。このまま行くとね。なんか一番ね、これがね、僕の中では一番そのピアノ曲としてはよくできてる曲かなって思う。あの主旋律がはっきりすぎちゃうとやっぱああいう曲になるじゃん。これあんまりはっきりしないから、なんかすごい、なんかインストルメンタルとしてはすごいよくできてると思いますね。だからあれだよね、やっぱりあるもんね。なんだっけ、ランドマークタワーあるもんね。あとちょっと横にさせてもらうよ。はい。ちょっと画面をね、しっかり見ようと思って。いや、今、はい。一応、駐車場に着いたので、一応止めました。止まりました。なんで、画面をちゃんと見て話をしております。大事なとこだから、ここは。運転はしてないけど、車の中にいます。ここはね、夢の通りにはならないと。あゆか。やだ、春日くん。消してよね。何を。ほら、スタンド。あ、
確かにね、ボタンいっぱい。いろんな、確かにいろんなボタンがあるんだよ。普通のホテルなんて普通にあるからね、いっぱいあれもあれもこれもみたいな。まあこんな格好なんて何回もあったじゃんね。サウナの中に行ったらさ、いたとかさ、今更ね、そんなに緊張するような話じゃねえだろうっていうところもあるけど、まあ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 こうなるからさ。一生覚えててやるから、こんな時にドジ踏んで。おいおい、まあそれが春日京介君であるわけだけど。まあね、ダセ。まあまあそうだけどね。あれ、あゆかはちゃんと老けてないじゃないか。ほら、びしょびしょ。平気だもん、いつもこんなもん。そのうち乾いちゃうし。え、風邪ひくって。ひかないひかない、小さい時からそうだもん。ダメダメ、ちゃんと拭かなくっちゃ。やだ、お父さんみたい。ねえ、春日くん。なんかここはちょっとエロを超越してるよね、ここだけね。なんかこう、娘を大事にしてるみたいな感じ。やだ、何してるの。うん、あれゴムを探してるんだろ。そんなドジしませんって。今夜はなしても平気な日。そんな日はないって言ってやれ。そんな日は実際にはないんだって。ただ限りなく少ないよっていうだけ。私はただいつか、ずっといつか超能力者を生むなんてことになるのかなって思っただけ。あ、ちょっとそう思っただけなの。家系的には男女変わらずなるのかな。その血筋がいけばなるのかね。京介の血筋なのかな、ね、やっぱこれはドキドキするね。ラブモード発動ですね。俺なんだかちょっと変だ。なんかこの辺具合悪いの。あ、いや、そうじゃなくって、つまりその俺なんだかまるで原始人みたい。どういうこと。あ、いや、原始人みたいになんだか鮎川のこと全部こうやって独り占めしたいような、なんだかそんな気分で。春日君、もちろん鮎川の個人とか意志とかそういうのとっても俺大切にしてるつもりだけど、けどでもそんなこと無視したくなっちゃうくらい俺鮎川のことが好きで、泣きたいくらいたまらなく鮎川のこと好きで、たまらなく欲しくて、こんなに自分が野蛮だったなんて俺思わなかった。やっぱりこれはここまでのね、ないだよね、合わないだろう。愛を育んだ結果だよね。鮎川って。これだよね。もう二人がもうラブだからね。限りなくラブに、もうラブに入ったからね。もうライクじゃないから。この時点でラブだから。何回目のキスなんだろうね、この二人にとっては。だってほら、あの日に帰りたいの時はさ、チューしなかったじゃん。それまでしてないのかもしれないしね。その後結局ね、いつしたのか、入学してからしたのかね。まあ、素敵な夜をお過ごしくださいっていう、夕べはお楽しみでしたねみたいな話になると思うので、はい。まあ、これをこのね、シーンをオレンジロードファンの方々が良しとするか、それは映さなくていいんだと思うよっていう、その具体的なものは映さなかったからオレンジロードなんじゃないかっていう話もあると思うんでしょ。そこは賛否両論だと思うんだけど、僕個人としては普通にこれを見て感動して泣いた人間なので、映画館で泣いたので僕としては全然 OK なんですよ。それこそこういう風な人に出会って、こういう風な夜を迎えることが大事なんだなと思ったんで、いい教訓というか、先駆者がいたなっていう風に思っただけです。はい。で、ヒカルちゃんはまた、
間ね、ニューヨークに戻って自分を磨いているとね。だからもうなんだろう、この3人はさ、なんてまともに社会なんかのサラリーマンとかね、お母さんになるっていう選択肢はないのかなっていう、そんな気もしますよね。だからそれをちょっとさっき話してたスノップっていう言葉、そういう人種なのかもしれないっていう、うん、だって京介は普通にじゃあ行ってきますって仕事に行くっていう、なんかあんま想像つかないじゃん。まどかさんもそうだけどね、スーパーで買い物してるってあんまイメージないじゃんね。これはもう22歳の京介なんだよね。さっきもみんな22歳の京介、まどかさん、ひかるちゃんなんだよね。まあお父さんの遺伝というかね、筋というか、そこをねうまく受け継いだんでしょう。まああれだね、あの時96年の時はここまで見て感動して泣いてて、それでこのあとエンディングが流れた時にもう腰が上がらなかったねでこれが始まるじゃないね。だから最初はシングル最初持ったから、うん、あんまこの曲ってそんなパッとしない曲だなとか思ったの。でもこのタイミングでこれかけられるともうね、あのやばいっていう、うん、まあ本当はね、あのもうちょっとあのメジャーな、ね、アーティストにやってもらったら本当は良かったのかもしれないな。ちょっと調べてみましょうかね、今度アグアさんでどんな感じの人だったのかって、他にシングルあんのかなっていう、俺もそれ以来調べたことがないもんでね、あのこの曲とね Don't Be Afraid の曲しか知らないんで、こっから先は何だい、あの俺もちゃんとエンディングのさ映像ってあんまちゃんと見たことないんだよ。これはあれでしょ、あの楽しかった高校時代、中学校から高校時代のね、3人のね、写真だもんね。まあそういう時が一番ね、人生で一番輝いてる時なんだよ。それが崩れた時にやっぱりそこでね、恋愛とは辛いものだってことを知るんだよね、はい。やっぱりほらキーアイテムとしてはやっぱこの階段なんだよね。だからヒカルちゃんと京介 にある共通なキーアイテムって実は出てこないんだよね。まどかさんとはこの階段と赤い麦ら帽子なんだよね。だからヒカルちゃんがそれにいつ気づいたのか、そして気づいちゃったら、ああ私には何もなかったんだって気づいたのかだよね。これはあープールね、はい、うん、プールのシーンですね、これはね。ちょっと近くへ持ってこよう、はい。スタッフさんの名前がこれだとちょっと分かんないんだな、はい、あのスペイン語でね書かれたものを見てしまってるので、はい。まあ、本当はね家で本物を見た方がいいんだけど、まあそれはそれでまたちゃんとやります、はい。一応エンディングまで全部一応いきましょう、はい。じゃあこれをもとに、まああのまたそのうちいつかあの新気まぐれオレンジロードをケチョンケチョンにはしないけども、まああのツッコミどころはいっぱいあるので、そのことに対してあのいろいろ話をしていくっていう会をやろうと思っております。
やっぱりね、僕は賛成派なんですよ。だけど賛成するにもしても、やっぱりそのなんでしょう。ああ、これ来ちゃった。うん、これ今度これをさ、今度これについて喋ろうか今度ね。長い間、すみません、何回もわたって、分割でやらせていただきました。新気まぐれオレンジロードを見ながら、お家に帰り始めたっていう話です。はい。だいたい15分20分ずつ分けて作ったと思いますので、はい、4回5回ぐらいになってたと思います。すみません、長々と、連載という形で見ていただきましてありがとうございました。まあ、これを元に、実際にちゃんとまた企画としてやりたいと思っております。また、こういったリクエスト等ありましたらぜひお待ちしております。はい、それでは三島仁でございました。ありがとうございました。